三脚のヘッドにはこのようなスライド機構があります。初心者の方からこのスライドは何のためにあるんですかという質問がありました。要するにこれは三脚にキャメラを乗せた時に重量のバランスを取るための仕組みということなんですけども、その方法について解説していきたいと思います。とは言ってもキャメラバランスの取り方というのは人によって随分やり方も違うんですね。どれが標準的なやり方なのかということを、自分でも知りたくて YouTube でいろいろ検索してみたんですけども、バランスの取り方を解説した動画はあるにはあるんですが意外と少なかったです。簡単なことなんで YouTube ネタにもならないのかなとかそんな風に思ったりもしたんですけども、三脚の基本操作の大事なことなんで、ここで解説しておきたいと思います。三脚のヘッドなんですけどもいろんなタイプのものがあります。とりあえずこのサクラの FSB6 というヘッドでやってみたいと思います。キャメラを乗せますけどもその前にパンとティルトのロックはしっかり締めておきます。そしてティルトのトルクなんですけどもこれ人によっていろいろやり方は違うと思うんですけど、とりあえずここでは0の状態にしておきます。0というのは全くトルクがかかっていない状態ですね。カウンターも0の状態にしておきます。この状態でキャメラを乗せますが、まず爪を外してキャメラに取り付けます。はい、三脚にキャメラ乗りました。これで、ティルトのロックを外してみます。こう前に倒れますね。これがだいたい水平だとすると手を離すとこうガクッと前に倒れてしまいます。つまりこれは前の位置にあるということですね。少し位置をずらしてみます。これでまたロックを外してみます。今度は後ろに倒れてしまいます。で、再び重心を探して、真ん中ぐらいにしましょうか。まだちょっと後ろが重たいかな。もう少しかな。はい、これで前に倒れたり後ろに倒れたりという状態です。こういうふうにして、キャメラのバランスが一番いい位置を見つけていくわけなんですけど、ただこの方法ちょっと気をつけないと急激にこうキャメラが倒れてしまいますね。ちょっとやり方としては危ないかなという感じです。そこでもう少し安全なやり方としてカウンターを入れてみようかと思います。どれくらいの数値にするかということなんですけど、それはキャメラの重量によっても変わるんですけども、アリ ST 6キロ以上あるんですけども、だいたい10ぐらいにしておきましょう。一旦キャメラを下ろします。カウンターを入れると、ロックを外しますと、こんな状態になりますね。スプリングの力で、常に水平を保とうとします。カウンターバランスの入った状態でキャメラを乗せてみます。わざと前の方に持っていきました。これでロックを外してみます。はい、前の方に持ってきましたから当然前に傾くんですけども、ガタンとはいきませんね。じんわりと前に傾きます。
ょっと後ろの方にやってみましょう。はい、これもこんな風にじわっと後ろに傾きます。まあ、このやり方の方が安全じゃないかと思います。で、また重量中心を出していきましょう。まあ、ロックを外した時、まあ、キャメラが水平になってくれればいいわけですけど、これちょっとまだ後ろですね。もう少し前かな。まあ、だいたいこれぐらいでバランス取れてるんじゃないかと思います。重量バランスが取れたら、あとはトルクを使いやすい位置にします。まあ、この三脚の場合1から3まで3段階使うことができます。まあ、トルクの位置が適切ですと、例えばキャメラを下に向けた時に、ロックをかけなくても手を離しただけでも、そこをキープしてくれると、上へ向けた時も一緒ですね。まあ、ですから、そんな力入れなくても、まあ、位置をキープしてくれるので、撮影は非常にやりやすくなります。次はヴィンテンでやっていきます。ヴィンテンもですね、こちらの、トルクは、まあ、ゼロの状態にしておきます。そしてカウンターも一番軽い状態にしておきます。まあ、ヴィンテンの場合カウンターゼロにしても結構こう粘りがあるような感じです。まあ、ティルトロックをかけてキャメラを乗せてみます。あえてちょっと前寄りにしてみます。まあ、こういうふうに前に傾きます。後ろにしてみます。こう後ろに傾きますね。まあ、同じように、最良の位置を見つけます。まあ、前にも後ろにも傾かない状態のところですね。まあ、この辺でバランスが取れていると思います。まあ、これも先ほどと同じように、あとはこちらの、ティルトのトルクを適当な位置にしてやると、まあ、こういうふうに傾けた位置でこう保持してくれるという、そういう状態になります。いかがでしたでしょうか。キャメラのバランス調整もできますでしょうか。一つ注意してほしいんですけども、キャメラの装備によって、まあ、キャメラの重量バランスというのは常に変化していくということですね。例えばこのアリ ST ですけども、400フィートマガジンを取り付けた時と取り付けてない時では重量バランスはかなり変わってきます。マガジンをつけると、かなり重量は後ろに行きます。まあ、100フィートしか使わないという時は400フィートマガジンは外すわけですけども、その場合は少し前に重量が行きます。まあ、それから400フィートマガジンに入っているフィルムもですね、まあ、最初は前の方にあるわけですけども、撮影が進むとそれがだんだん後ろの方に移っていくわけですから、当然これでも重量バランスは変わってきます。またキャメラのレンズ交換というのはよくすると思うんですけど、レンズを変えれば当然重量バランスも変わってきます。この時もバランスは取り直します。こういった船を使う場合ですけども、裏側には、爪を取り付けるための穴が複数開いてます。これをこう適切な位置に爪を取り付けておかないと、スライドベースのストロークだけではバランスが取れなくなってしまいます。
以上がキャメラのバランスの取り方ということなんですけども、ベテランのキャメラマンに聞くと、これも人によっていろいろ癖があるようで、少し前寄りにした方が使いやすいという人もいれば、後ろ寄りにした方が使いやすいという人もいます。また常にキャメラを上に向けて撮影するような場合は、後ろ気味にバランスを持っていった方がいいという人もいます。下向きに撮影する場合は逆ですね。そのあたりは人それぞれだと思うんですけども、基本的には水平の状態でバランスをとって、ティルトのトルク調整を適切にしておけば、下向きや上向きの撮影も楽なんじゃないかなと思っています。それと古い三脚ヘッドや小型のものはそれぞれスライドできないものもあります。その場合はとにかく取り付けた状態で使うしかないわけです。まあ、最初にも言いましたけども、キャメラのバランスの取り方というのは人によってやり方も違うし、考え方もいろいろあるようです。もしこれをご覧になっている皆さんが助手としてキャメラマンにつくということであれば、そのキャメラマンのやり方で作業するようにしてください。